皆さんこんにちは、群馬産業技術センターの恩田です。この動画ではセンターが支援した企業様の成果事例を紹介していきます。今回は高崎市のプラスチックネット製造企業である有限会社高橋製作所様にご協力いただきます。高橋社長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは高橋社長様に会社の概要とこれまでにセンターと共同開発したいろいろな新製品についてご紹介いただきます。弊社の主力製品は農産物の包装ネットです。プラスチックネットを製造できるのは国内では 2,3 社しかありませんが、特に農産物包装ネットにおいては当社は全国トップシェアを誇っております。次にこれまで産業技術センターと共同で開発した新商品について説明いたします。当社の開発コンセプトは一言で言えばプラスチックネットの高付加価値化です。これまでセンターと共同でしっとり泡立てネット、ぬめりの出にくい水切りネット、動物よけネットなどいくつもの新製品を開発し新規事業を展開してきました。以下それぞれについて簡単にご紹介いたします。しっとり泡立てネットはシルク成分の入った泡立てネットで洗顔や手洗いに最適です。ぬめりの出にくい水切りネットはポリエチレンとポリ乳酸のハイブリッドでぬめりを抑える効果があります。動物よけネットは動物起皮剤の入ったネットで、田畑や家の周りだけでなく配電設備等の屋内に張ることもできます。これらの新製品開発を通じて技術力を向上させることでまた新たな製品開発につながっていくと考えております。センターの役割や研究支援の内容を教えてください。最初のうちは主に当社で作ったネットの性能評価等の分析がメインでした。しかし研究を重ねるうちに補助金の獲得、特許出願、権利化等による知的財産の確保、共同研究成果の PR、 さらにはこれまで当社が接点のなかった企業様のマッチングといった幅広い内容のご支援をいただきました。センターとの共同研究ではどのような点が良かったでしょうか。はい、一番良かったのはセンターとの共同研究を通じてプラスチック製品全般に関して幅広い知見を得られたことです。また公的機関の信頼できるデータに基づいて開発を進められた点も魅力的です。これらにより取引先に自信を持って新製品の性能をアピールできました。これからの課題など今後の予定はありますか。はい、当社には日頃お取引様よりプラスチックネットの製造技術に関する多種多様なご相談がや要望が寄せられていますが、これらを誠実に対応することが新製品開発の近道です。このことを胸に刻み、今後一つでも多くの新製品を開発し新規事業につなげていきたいと考えております。今後も引き続き連携しプラスチックネット製造技術を活用した技術開発や改良に取り組んでまいります。高橋社長、ありがとうございました。ありがとうございました。今後も動画放送スタジオ鶴の巣からセンターの成果事例を発信していきます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。